はい、いつもご視聴ありがとうございます。本日はちょっと面白い商品ですね。ビヤングではなくて吉盛焼きそば超ボンビーって書いてます。超ボンビー、具材ふりかけスパイスなしで、クオカードが500円分1万名様に当たる。当選者はクオカードが、クオカード500円分のカードの中に入ってますって書いてる商品ですね。なんてチープなんでしょう。具材ふりかけスパイスなし、なんかペヤングのなんかコラボだ、コラボなのかな、なんかタイアップ商品だと思いますね。アレルギーがあるのこれ気をつけてください。1食あたりは 225g あたり 990kcal。 やっぱり焼きそばとか、今日はこちらのやつがあります。超貧乏じゃなくて超ボンビーって書いてある。これ入ってほしいですね。パッケージも出ました。はい、ソース入ってます。ただ火薬もない、そしてクオカードもありませんでした。なしです。外れちゃいました。残念。本当に焼きそばなのにソースかけて食うかな。火薬もスパイスもなくちょっと寂しいですけど、その分安いんじゃないでしょうかね。うん、お湯を入れていこうと思います。お湯入れてみます。はい、湯切りも終わりました。あります。はい、よし、ほんと何もない、何もない、キャベツもない。これが超ボンビー。いい、ソースもかけました。謎の勝負も。でも本当火薬が何も入ってないから、うん、自分でこうなんか好きなトッピングとか入れて、ね、作ってみるのもいいかもしれないですね。本当に、あー、ソースのいい香り。はい、完成しました。多いな、やっぱり。では食べていこうと思います。ちょっといただきます、うん、普通のペヤング2個分だからね。安心できる味、安定の味です。うん、インスタント焼きそばの味。詰まりました。うまない焼きそば、喉に詰まるぐらい、あと上下にむせました。これはこれで
良かったと思います。うん、またこういったちょっと面白いあのカップ焼きそばとか商品とかありましたらまた取り上げてみようと思いますんで、ぜひともまた再生してみてください。ご視聴ありがとうございました。またもしよかったらグッドボタンとチャンネル登録の方ぜひともよろしくお願いします。お待ちしております。なんか焼きそばって感じ、焼きそば食ってるよって。ソースが溜まってました。お腹苦しい。